皆さんおはようございます。クレモナモダンタンゴラボラトリバンドマスターのピカリンです。ホルモンやめちゃんです。まあ、クレモナはまだ引っかかってないんですけれども、キャンセル規定のことなんですね。勘違いしてる人がものすごいここ多いんですけど、まん延防止期間中もしくは緊急事態宣言期間中に該当する地域ですねで開催されるイベント、しかもその規定に満たない、わかりますか？だから例えば私たち今度、10月に、豊中の文化会館で演奏会をするんですけど、あれ1000人ぐらいのホールでやるんですね。で、豊中文芸の大ホールがまあ1000人だとしたら、今その例えばですよ、仮に緊急事態宣言が10月まで続いていたとしてキャンセルをしようかしないか迷っていると。でも今多分大阪府が出しているのは、収容人数の半分までは入れてもいいよっていうルールになってるんですね、もしくは5000人ということになっているので、そうなってくると勝手にやめたらキャンセル規定にならないんですよ。だから1000人も500人にも達してないし、その5000人ももちろんなってないのに勝手にやめますっていうのはキャンセル規定としては認められないというのが、まず収容人数のとりあえず半分まで入れてからキャンセルしますってなったら、そうなんですよ。で、今の規定が、まあ、今回の8月の緊急事態宣言がそういう規定なんですけど、前回の緊急事態宣言は大阪府のみ無観客でイベント開催をしてくれというのがあったんですね。だから配信をもうできないっていう場合でキャンセルになったらそれは OK なんですよ。ただ客が呼べなかったからキャンセルしましたっていうのは認められません、残念ながら。これはこれも不幸不決定のあの人の中にあった話なんですけれども、まん延防止期間の間に練習ができなかったから、それまん延防止の期間の後にあった本番ができなかったっていうのはキャンセルで認められないということになっているんですね。しかも今回キャンセルの取り組みをしたら必ず動画を作成しないといけないんですよ。これがめちゃくちゃ大変だと思います。だからそのキャンセルをするのも気合い入れてキャンセルしないといけないで、もう本当になんていうか、なんか金欲しければみたいな言い方で、物事を捉える人が世の中いるんですけど、それぐらいやらないともう文化がもう本当に底上げされないというのが文化庁の狙いなんじゃないかなっていうふうに私はすごく思っていて、今やっぱどうしても緊急事態でもうものすごい私ら全員元気なくなってきてるんですよ。もう本当練習するタイミングも逃したりとか、あの本番行ってもお客さんいないとか、チケットも売りにくいっていう場合がものすごいあるんですけど、そこで諦めた人にはお金は出ません。そこで何よりも頑張ろうとした人にお金が出る補助金だというふうに考えた方がいいのではないかなというふうに思っています。なので、まあ、クレモナはこの後、まあ、3つ4つかな AFF の、公演事業をやりますが、それぐらいやっぱ気合いを入れてねやらないといけないのかなというふうに思うし、まあ、それが国の思いなんであれば、やっぱり私たちは日本でこうやって文化芸術をやらせてもらってるっていうふうにやっぱ考えて、やっぱその文化をどんどん前に進めるっていうことをやっぱ意識したいなというふうに思います。特にクレモナはピアソラの次の100年につなげたいっていうのがこの1年の、まあ、事業の内容なので、まあ、すごく国の思ってることと合うんじゃないかなっていうふうには思ってます。ということで、二次募集に、取り組もうとされている方は、いろんなことを気をつけた方がいいです。特にキャンセル規定の取り組みに関しては非常に慎重になった方がいいのではないかなと思います。多分そこであの文化庁にあこれ期間外やんけって飛ばされる。あもう絶対ありえますこれは。で、客が呼べなかったから金は払えません、もうそういうことは当たり前なんです、当たり前ね。だからそういう当たり前のことをちゃんとできる人たちにやっぱり補助金を交付したいのかなっていうふうに思っています。それではいってらっしゃい。